はい、今回の動画は Excel で写真入りのファイルのサイズを圧縮する方法をご紹介します。 で通常のエクセルファイルはですねそれほどねファイルのサイズというのは大きくないのであまりですねこのファイルのサイズを気にするってことはないと思うんですけどもただひとたびそのファイルに写真なんかを挿入すると現在はデジカメで撮った写真にしてもスマートフォンで撮った写真にしても画像のファイルサイズっていうのはすごく大きくなってますんで例えばそういった写真入りのですね Excel ファイルをメールに添付して誰かに送りたいといった時にですねファイルのサイズが大きすぎてメールだと送れないっていうケースがあると思います。 そんな場合にエクセルではそういったですね写真入りのですねファイルのサイズをですねメールに添付できるぐらいのですねサイズに圧縮することができますそれではそのやり方ですけども挿入したですねその写真を選択をしてもらった状態で画面の上のですねこの図の形式というタブを選択をします、はい、次にその中の調整というところのグループのところにこの図の圧縮という項目がありますんでこちらをクリックをしてください はい、そうするとこの画像の圧縮というウィンドウが開きますのでこの中の解像度というところですね、まあ、ここにですねいろいろ解像度を変えることができるんですけども写真を挿入したことによってファイルサイズが大きくなってメールに添付できないといったときはこの電子メール用というところですねこちらをクリックをしてくださいこれで OK ボタンをクリックします はい、そうすると、挿入した写真をね、こういった形でパソコンで見てる限りでは、そんなにね、差は感じないんですけども、電子メールに添付できるぐらいのですね、ファイルサイズに自動で圧縮してくれますんで、写真入りのですね、Excel ファイルをですね、メールで送りたいといった場合はですね、こちらのね、Excel の機能をうまく活用してもらえると便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。